松本志郎選手、準優勝、おめでとうございます。本日、岩木平、11レース、24歳の中で一番可愛い松本志郎選手、出場したんですけども、なんと、2位で、確定参り。さあ、前回のさあ、前回の平塚の、に続いて、なんとワンランクアップ、2位で、ついに、初2位でございます。さあ、これはもう初優勝、もうね、もうすぐです。てか、次回がもうほぼ初優勝。最初ね、太田龍ちゃん、ね、長塚さん、高橋智也、ついてたんですけども、もうそこはもう無理だなということ、ちぎれるなとかって予想しまして、佐々木山翡翠選手のね、後ろについて、太田龍ちゃんのまくりになんとうまく合わせ、そのまま2着で粘りゴールイン。素晴らしい。感動しました、これは。声がもう出た、もう。かっこよすぎるって。すごい、もう。これをもちろん私買いまして、前回の。もちろん買ってますよ、これ。最後のね、まくり最高だったね。汗からのね、入っててね、そのまま狙ってた。もうこれ相当実力ついてきてますよ。もう次は優勝間違いなし。もう決勝もう頭で買います。予選にちょっと怪しいな、みたいな思ったけど、なんとか昨日ね、太田龍ちゃんにくっついて。ね、もう今回はもうスピードも慣れてるからね、7番下なのになんと2位、最高だぜ。マジで来年のフレッシュクイーン出れます。絶対出れます。このままだったらもう最高。早く SNS 始めて、やってるかもしれないけど鍵枠外して早く SNS 始めて、次の試合こそついに悲願の優勝。もう優勝しますよ。したらもう松本志乃しか勝たん。いや、松本志乃しか押さん。